だけの中、プロレスだけの中で、動いてても全くちょっと伝わらない部分があるんじゃないかなっていうのがあって、まあ、僕の中ではその仕掛けの一つとしてですね、やらせてもらったっていうことなんですね。なるほど。これは別に媒体を悪く言う必要はないんですけど、例えば今までの既存の週刊プロレスとか、うん、まあ、各地はなくなりましたけれども、うん、格闘技雑誌であるとか、それがまあサムライテレビとか、そういうのだけに任せてたら広がらないぞっていう危機感があった。そうですね、もう本当に僕やっぱり格闘技始めて25年以上やってるんですけど、昔はやっぱり記者数にしても、扱う、ね、マスコミにしても圧倒的な差がありますよね。どん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 縮小していって、まあ逆に違った面で広がったネット社会としては広がってはいるのですが、やっぱりそこってネットってやっぱり自分が見たいものとか興味あるものを検索するっていう、ね、ものであって、やはり例えば一般紙とかそういうものに昔だったら UWF っていうのは載ってたわけ で、そこでやっぱり広がり、知られていくっていうのがすごく大事だと思ってるんですよ。その中でもこれからは新しいものが爆発的にっていうことはなかなか難しい。その中でやっぱり YouTube とかっていうことで朝倉選手とかがすごく発信してることに対しては素晴らしいとは思いますよ。なるほど。例えば朝倉選手みたいなアプローチは今までの格闘家では考えられなかったと思うんですね。そうですね、まあ、そう思います。実際僕もう業界に入ってきた時にはすごく、まあ、アウトサイダー出身ということで、はい、今後、まあ、正直そこまで今のところまで活躍できるっていうのを思っていた格闘家っていうのは少なかったと思うんですよ。でそれでやっぱりメジャー団体に出てライジンに出てあそこまで活躍するということを僕は夢のあたりにして、やはり名古屋とか大阪の大会にも名古屋では署名活動しましたし、大阪にも直接乗り込んではいるのですが、その中でメインとして見て朝倉海選手の試合を見てですね、あそこまで行く理由っていうのはやはり本当に資質ですよね。例えば今格闘家って昔の格闘家って25年前とかは本当に柔道の、まあ、トップ選手ってとかレスリングのトップ選手が入ってくるとすごく話題に大きな話題になるぐらいの。